ツールドフランス2022第2ステージのハイライトを見ていきましょう。北欧デンマークの首都コペンハーゲンで繰り広げられた第1ステージのタイムトライアルでは、クイックステップアルファビニルイブランパールトが 13.2 キロのコースを15分17秒で駆け抜け優勝。マイオジョーヌを着用します。第2位が5秒差でワウトファンアールト、第3位は7秒差でタデイポガチャルとなっています。昨日の雨とは打って変わって晴天の中、第2ステージはコペンハーゲンの西側の町ロスキレから海岸線沿いに西へ進み、4級山岳を3つ越えてスプリントポイント、その後南下した後にデンマークの東部と西部の島を結ぶ全長18キロのグレートベルト橋を渡り、ニューボーでフィニッシュとなる 202.5 キロのスプリンター向けのステージです。アクチュアルスタートの旗が振られた直後に、デンマーク出身の EF エデュケーションイージーポストマグナス・コルト・ニールセンが飛び出したのを皮切りに、アンテル・マルシェ・ワンティコペール・マテリオ、スベン・エリック・ビーストルム、B&B ホテルズ・ KTM ・シリル・バルト、ピエール・ロラン、4名の逃げが形成されました。スプリント勝負を目指すメイン集団は逃げを容認。逃げ集団では事前に山岳賞ジャージを狙うと公言していたマグナス・コルトが、母国ファンの大歓声を受けながら先頭通過し1ポイント獲得。マイオアポ争いの口火を切った B&B ホテルズ KTM の2人でしたが、スプリント力のあるマグナスとビーストルムから遅れてしまいます。続いて2つ目の山岳ポイントでは、ポイントを取り返そうとしたビーストルムに対し、マグナスコルドがスプリントで先着し、この日の山岳賞ジャージを確定させガッツポーズ。腕を振りながら地元のファンを盛り上げます。最初の山岳で遅れてしまった B&B の2人が集団に吸収されます。スプリントポイントでは争うことなくビーストルムが先着。その30秒後に迫ったメイン集団のスプリンター勢による争いは、ロッド・スーダル・カリブ・ユアンが先着、ワウト・ファン・アールとペテル・サガンらを下し3位通過を果たしました。残り 60km 地点で関東賞獲得を狙うビーストルムがマグナス・コルトを引き離し独走をスタート。翌日以降の山岳賞ジャージのキープを見据えるマグナス・コルトはここでメイン集団に吸収されます。横風を警戒するメイン集団はペースを上げていき、残り31キロ地点で独走していたビーストルムを吸収。 EF エデュケーション EG ポストのエースリコベルト・ウランはメカニカルトラブルに見舞われます。残り21キロ、アシストの力を借りながらメイン集団への復帰を目指します。斜め風を受けながら全長18キロのグレートベルト橋を渡るメイン集団の内部で落車が発生。これによってマイオジョーヌを着用するイブランパールトも巻き込まれました。ランパールトは残り 16.8 キロ地点で集団に復帰します。アシストのフルガスの追走で集団復帰を目指すリゴベルト・ウランは他の遅れている選手と合流しますが、タイムギャップは45秒。ここで EF のタイムトライアルスペシャリストであるステファン・ビッセガーが先頭を引き、見事な集団復帰を見せました。橋を渡りきり各チームがスプリントに向かう中、残り 2.4 キロ地点でまたしても落車が発生。今回はメイン集団を二分する大規模なもので、100名近くが巻き込まれましたが、ラスト3キロ以内のアクシデントなので救済処置によってタイム差はつきません。また今回発生した複数の落車でリタイアは発生していません。影響を受けなかった40名ほどの選手でスプリント争いがスタートします。まずはマイオジョーヌを切るクイックステップイブランパールトが先頭でコーナーを抜け、次にトレックセガフレードのヤスパースツィーベンがリードアウトマンとしてチームメイトのマッツ・ピーダスンをフルガスで運び、地元での勝利がかかる2019年の世界チャンピオンピーダスンが勢いよく発射されました。そこにユンボビスマのワウト・ファン・アールトが並びかけますが、フィニッシュ直前で1枚上手の急加速を見せたクイックステップのファビオ・ヤコブセンが勝利。リードアウトトレインを崩されましたが自力で追い上げました。クイックステップアルファビニールとしては2日連続のステージ優勝です。上空からの映像です。ピーダスンとワウトの戦いに見えましたが、最後のヤコブセンの加速が上回りました。彼にとってツール初勝利、2年前の生死をさまようツールドポローニュでの大落車からの見事なカムバックです。今回のレースリザルトです。
1位クイックステップアルファビニルファビオ・ヤコブセン、2位ユンボビスマワウト・ファン・アールト、第3位トレックセガフレードマッツ・ピーダスン。総合成績です。ステージ2位6秒のタイムボーナスを獲得してユンボビスマワウト・ファン・アールトが現在総合1位でマイオジョーヌを着用します。第2位クイックステップアルファビニルイブ・ランパールト1秒遅れ、第3位 UAE チームエミレーツタデイ・ポガチャル8秒遅れとなっています。以下ご覧の通りです。次の第3ステージはバイレをスタートしユトランド半島の東海岸を南下しドイツとの国境沿いに位置する町セナボーでフィニッシュとなる4級山岳3つ含む182キロの平坦コース。デンマーク連戦はこれでラスト。次こそピーダスンは母国で勝利できるのか。GCN プラスでは第109回ツールドフランスをロングハイライトでたっぷりとお楽しみいただけます。さらにはここでしか見られないドキュメンタリー映像などロードレースファンや機材マニアなら見逃せない情報が満載です。詳しくは概要欄をチェック。